デイリービルの山根です。白川さんよろしくお願いします。毎週恒例ゆるトークを行っていきたいんですが、はい、まずこれ1本目、はい、三浦瑠麗氏夫が代表のコンサル会社捜索と、はい、東京地検特捜部ということで、これ産経の記事なんですが、太陽光発電をめぐり複数の会社と金銭トラブルとなっていた東京都千代田区のコンサルタント会社を東京地検特捜部が19日家宅捜索していたことが分かったと。でこの会社は国際政治学者例の三浦瑠麗氏の夫が代表を務めていると、はい、三浦清氏という方らしいんですが、はい、で三浦氏は自身が代表を務めるシンクタンク山猫総合研究所のホームページにコメントを発表。私としては全く夫の会社経営には関与しておらず一切知り得ないとした上で、うん、捜査に全面的に協力する所存です。夫を支えながら推移を見守りたいとコメントしているようなんですが、これはもう三浦瑠麗さん、うん、アウトダメじゃないですか。アウトかな、終了じゃないですか。そうですね、うん、この話って実はファクタが、はい、一昨年ぐらいから追ってるんですね、うん、はい、三浦さんの旦那さんがこうやってるっていうのが再エネの投資をやる、はい、企業なんですね、ええ、で、それはまあ基本的には設備をこう提供して、うん、投資を募るというビジネスモデルです、はい、で、それで10億円の太陽光市の、投資を募ったんだけれども、まあ、その物を作らないという話が出てきて、これは10億円を詐欺してるんじゃないかという話もう一昨年出てたんですよ、はい、で、これはもう私もフェイスブックなんかでは何度か書いてて、どうもこうおかしいというのを書いてた。あと、三浦さんがね割となんていうのかな、太陽光についてはこうダメな企業というのがあるよみたいなことを書いてて、これはまあ自分の旦那さんがそういう企業やってるから、まあ、そういう誘導なのかなと思いつつ読んでたんだけど、まあ、そういうことで推移を見てたのね、はい、ところが動かないからこうおかしいなと思ってたんだけど、やっと、地検が動いたということなんですよ、はい、だからこれなんで時間がかかったのかというのはちょっとこれから分かってくると思うんですけども、まだ分かんないんですよね、はい。でこれ10億円を、はい、例えばトースポとかだと、はい、こうまあ、この産経の、ね、記事ではその トラブル、金銭トラブルと書いてありますけど、はい、先ほど白川さんおっしゃったようにトースポとかではもうやっぱり10億円騙し取ったとしてとか言ってるわけですよ、はい、だからこれ10億円ってこれ相当じゃないですか。だからこ これは執行猶予つかないですよね、うん、これ実刑、はい、もしも有罪だった場合は、ね、そうですよね、はい、しかもまあ三浦さん その旦那さんというのも結構な、ね、あのエリートの方でして、まあ、この企業もまあ三浦ブランドというのもきっとあるだろうから信用されてたんだと思うんですけども、10億円というともうその騙し取った金額としては桁が違いますからね、うん、これはもう実刑が、まあ、その疑いが本当だったら実刑は免れないだろうと思います、うん、そうすると三浦さんご自身の活動というのも、うん、まあ、相当こう制約されるだろうなと思いますね、はい、三浦さんのこの事務所って、ね、あの永田町の超一等地にあるわけですよ、はい、あ、そうですね、ですよね、はい、なんかなんだろうな、うん、こういわゆる政府系のね、うん、お仕事もいろいろとされてるわけじゃないですか。そうですね、まあ、そういうのってなんかいやそいろいろやっぱ絡んでくるのかなっていう、つまり政府に呼ばれたりする機会が多い方じゃないですか、はい、あとはテレビ出演が非常に多いということなんですよね、はい、でもほら三浦さんがあの書いた本とかねツイートとか読んでると、この人のどこにそんな、価値があるんだろうと私はずっと思ってました、はい、それ別にね三浦さんに対する反感とかなんとかないんですよ、うん、とにかく書いてるものが凡庸の極み、うん、でツイートに関しても何言ってるか分かんないというのばっかりなんですよ、できちんと読み解くと実は大したこと言ってないというパターンが多くて、こうすみません三浦さんに対して何の気持ちもないですよ、うん、ただその書いたものを純粋に読んで中身が何にもないんですよ、うん、なんでこういう人がテレビに引っ張りだこになり政府の関係の仕事で引っ張りだこになり地方自治体でガンガン呼ばれるのかっていうのは私全く分かんないんですよ、うん、となんかそこにシステムかなんかあるんじゃないのとちょっと疑っちゃうんですよね。もちろんほらルックスのいい方美人ですし、うん、こう物おじしないっていうのかな、そのカメラ映えもするし、うん、あのタレントとして非常にこう優れてるんだろうなと思うんですけれども、何か意見を求めた時になんかすっごい優れた意見が出てくる人だとは思えないんですよ、うん、あるいは分析を求めた時に非常に分析がたしてあの優れた分析ができるとも思えないんです、うん、である方に聞くと
これはほら飲み会の席のレベルだけれども、うん、これは旦那さんが優秀だから旦那さんがやってるんじゃないのみたいなことを言う人もいたんですよね、うんうんうん、つまり旦那さんがいわゆるブレーンだとブレーンだったんじゃないの、うん、っていうことを言ってた人がいて、まあ、それだったら少しわかるかなと思ってたんですね、うん、そうするとこれの、ご夫婦というのは、まあ、2人でこの三浦瑠麗をやってたんだろうと思うんですよ多分、うんで太陽光に関してもつまり言及があったわけですよね、はい、でもう一つの、ちょっと考えられるこれはすいません憶測、うん、ここから憶測になります、三浦さんと橋本徹さんが仲良かったですね、うん、で橋本さんに関してはこれは疑惑だけれども、うん上海電力の問題ありましたよね、うん、で三浦さんは国会の時に、国会だったかなで呼ばれ、質問で呼ばれた時にアドバイザーですね、うん、呼ばれた時に中国の投資をどう思うかっていうところで、うん、どんどん呼ぶべきだってことを言ってるんですよ、うんうんつまり中国人ということは、中国政府というのを、信用していないんだから、はい、別に中国投資をすることによって日本が侵略されるということはありえないということを言ってるんですよね、遠回しにね、うんうん、ということはこれつないでくださいよ、うんうん、上海電力を結果的にこう誘致した橋本さんの業績があったと、で、それは、上海電力というのはいわば中国が日本に投資するという話、うん、でそれをウェルカムにしていた三浦さんという人がいると、うん、太陽光の投資の企業事業をやってた旦那さんがいると、うん、でしかもその三浦瑠麗としての活動というのは実は夫婦でやってたかもしれないと、これ組み合わせるとこれ旦那は旦那でやってた夫は夫でやってたっていう話にしていいのかなと思うんですよね、うん、で私としては全く、夫の会社経営には関与しておらず一切知り得ないともちろんねコメント出してますけれども、まあ、実質、まあ、広告塔になってたのは事実であり、うんまあ、これはまあ責任は免れないというかね刑事的にはその責任問われないんでしょうけれども、はい、三浦氏、はい、どうかなでも問われる可能性あるかこれ問われる可能性ゼロではない、ゼロではないですね、うんうん、ものすごく高くはないと思います、はいはいはい、それでね、結局何が言いたいかというと、はいはい、三浦さんという人が、テレビにたくさん出るとか、うんその公的な場にたくさん呼ばれるみたいなところっていうのが、システムじゃなければね三浦さんの実力であればこれは、そういうのの登場回数ってぐんと減るはずですよ、このことがあったから、うん、もし同じように出続けてあったらやっぱりそういうシステムの中で、三浦さんというのが生かされてるっていうことになるかもしれないですよね、つまり、我々は三浦さんという人は非常にタレント性があるからこうガンガン出てるっていうふうに見えてるけれどもなんかそういう中国の投資を応援する側にいるとテレビに出やすかったり政府の仕事がしやすかったりっていうなんか仕組みがあるのかなっていうね、うん、そこをちょっとこう疑 う事例だなと思いますね、うん、三浦さんも、まあ、いろんなこう過去の発言ありますけどウィルでも大々的に扱ったのが、はい、北京オリンピックの時に、うん、からウイグルのね、はいそういう批判があったじゃないですか、うん、人権弾圧どうなんだっていうので、はい、こうボイコット論とか出てくるときに、はい、バカじゃないのみたいなこうコメントして、うん、なんかお花畑なんかお花畑蝶々が飛んでるんじゃないかしらみたいな、うん、であれも結局ウイグルのですよねだから中国とはビジネス関係切れないんだから、うん、おっしゃる通りっていうねつまり日本ごときが、はい、そのボイコットしたって何の効果もないんだと、うん、中国ほどの大国に逆らったってしょうがないんだみたいなことを言ってたわけですよね、うん、もう完全にこう視線が中国からなんですよ中国寄りなんですよね、うん、中国の立場からものを言ってるという、はい、ことですでももうこれで、まあ、テレビ局としてもね、やっぱりいわくつきになってしまったわけですから、はい、使いにくくなるでしょうし、うん、まあだいぶ見る回数は減るんでしょうねだからこれからですよ、もし減ったら三浦さんはこれまで実力で頑張ってたってことですよ、はいはいはい、減らなかったら何かあるぞと思った方がいいかもしれないですよ、うんうん、やっぱり三浦さんをがその表に出ることによって得する人たちというのがいて、そっちがメディア側とか、あるいは行政側とかにいる可能性があるっていうのを見といた方がいいかなと思いますね、はい、はいでこれトースポウェブの記事では、はい、これ百田直樹さんが太陽光推奨の三浦瑠麗氏を批判、はい、相当あかんと、はい、これ事件を扱ってるんですけれども、うんうんはい
自分の身内とか自分自身に利益が誘導されるようなことは国会議員や有名なコメンテーターはうかつに発言したらあかんとってことなんですよねと。そりゃそうですね。で国会議員、はい、有名なコメンテーターで有名コメンテーターは三浦淳さんのことですけど、これ国会議員っていうのは、はい、これ足立康史さん、はい、あの足立さんが今、うん、あのコラボの、ね、件でなんかこの暇空あかねさんとなんかやってるじゃないですか、はい、ツイッターでね、はい、っていうのでいわゆるこう足立さんにはコラボ問題を矮小化しようとしてるんじゃないかという疑惑がありまして、はい、でなぜかというと、うん、わかんないですよこれは憶測の世界ですけども、ね、はい、あの家族がね、うん、足立さんのご家族がそういう NPO 系のね、はい、そういう福祉関係のことをやっていたりとか、はい、そういうのが通じるんじゃないのっていう疑惑が持たれています。いやもうそうですよ、はい、それはあのいや双子のお兄さんが、はい、障害者支援の NPO をやってらっしゃるんですよね、でその時にね、お兄様のその NPO がきちんとこうお金のやり取り会計についてやってらっしゃったら、足立さんはそのことをご存知なんで、うん、コラボ問題について怒って当然なんですよ。だって自分たちも同じように会計ずさんだって、うんうん、思われるじゃない、ところはそうじゃないんだよね、うんうん、むしろなんかその会計がずさんっていうのはもうだいたいそんなもんだよみたいなことを言う、うん、でなおかつ自分 の, その肉親あのご兄弟に NPO があったらあれなその NPO の, その会計がそのずさんいい加減なのは当たり前っていうのはどこの情報と、うん、だってお兄さんのことしかないじゃないそれって、それと当然疑惑持たれますよ、うん、しかも足立さん国会 の, その質問で、まあ、要するにその企業がその障害者を受け入れるという数を、まあ、増やさないで減らしてむしろその外部の NPO なんかに任せた方がいいみたいな質問もしたという情報もツイッター上で出てますよね、うん、そしたらそれお兄さん側の、うん、利益誘導になりかねないですよね。疑われる可能性ありますよね、うん、おそらくこの百田さんのご発言というのはそこだろうと思うんですが、うんうん、そうなるとね、このコラボ問題というのは実は NPO 全体の問題であると、うん、しかもそこで足立さんという不思議な人が出てきてその、コラボ問題から真正面にこうやってたひまそらさん、うん、なんか濁らないんだって怒られちゃって、うん、ひまそらさんにね、うん絡んだじゃないですか、うん、で結局返り討ちあってんですよ。コテンパンなんですよ、うんうん、そうするとコラボがそのひまそらさんにこう挑んでコテンパンじゃないですか、うんうん、で同じような図式なのよ、うん、コテンパンの具合っていうのは、うん、これ何かの利益を代表して足立さんもやってきたんじゃないのと、うん、疑われますよね、うんうん、ということです。足立さんはねだから川松慎一郎都議もね、うん、まあ、あのこのチャンネルにも出てもらいましたがいろいろもこう、はい、都議なりにね、まあ、なかなかこう慎重にやってるわけですよ、うん、でその活動もこれなんか全然焦点が合ってないみたいな批判してるんですよね足立さん。でどうなんだろうって、あとプラスこうネットでねいろいろこうコラボ騒いでるのはこれはでも左翼の盛りかけと同じだみたいな、まだ全然わかんないじゃないですかって。盛りかけと一緒じゃないですよ全然盛りかけと一緒じゃないですよ。なんかね盛りかけって言えばねなんか許されるって思うっていうね、この浅はかさ足立さんの、うん、ああ私ねもうその足立さんがね安倍さんをこう引き合いに出すだけで腹が立ってしょうがないんですよ、うん、本当のこと言うと、うん、うん、でもなんか本当暴言吐きそうなんでもうこれ以上言わないけどねやめてください本当にもうまあね、はい、白川さんいろいろやっぱりこうね、はい、維新関係者には思うところがあると あります、はいはい、で、はい、この、コラボの話をやっぱね、結構大手メディアも、大手メディアというかね、まあこの産経もね、扱い始めて、この井上正人さんのコラムで、ついに。これがっつり全然書いてるんですよね、これ。おお。で、素晴らしい。しかも、あの、小池さん無駄遣いはダメですっていうタイトルで、うん、まあそのね、まあ都の税金がね、どこに使われてるか分かんないって話じゃないですか、このコラムは。はいはい、で、結構踏み込んでて、で、慰安婦デモにも参加っていうので、このコラボの二藤さんですよ。はい、二藤夢乃さんが、こうね、新聞赤旗などのメディア露出が多いと、うん、で、個性的な考えの持ち主で昨年8月にはソウルに飛び日本大使館前の慰安婦像前で反日団体が主催する水曜デモに参加と、はい、日本政府が真摯に向き合うことなくして現代の政策書をなくすことができないというとんでも論をツイートしてる。結構踏み込んだことを産経も書いてるな。そうですね、ついに書いちゃったって感じですね、うん、これねシャレにならない話なんですよ。反日運動を、その外国勢力と一緒にやるっていうのはこれ相当際どい話ですよ、うん、ここはやっぱりしっかり認識して
ってもらわないと困りますよ、うん、でそういう人がにあの有識者会議に入ってるっていうね、うん、これってもう私も自民党にも言いたいんだけど、なんで入れるんだってことですよね、うんうん、おかしいですよね、うん、いや、うん、これ本当ね下せないことばっかりなんだよね、うん、だから本当ひまそらさんが戦ってくださって、私はもう良かったなと思いますね。ひまそらさんってめちゃくちゃ切れ者じゃないですか。切れ者、一連のいろいろ見てると、うん、相当この方はやり手だなと、うん、そうですね。だからこういう左翼としてはだいぶこう、うん、ね、一番敵に回してはいけないタイプを敵に回したなっていう、そういうことですね。もともとこれひまそらさんのこの、はい、出発点、うん、なんでこうフェミニストに対してこういうね、あ、はいはい、疑問を持ったかっていうと、うん、あれあったじゃないですか、温泉娘、ね、温泉娘と、はい、献血のやつ、うんうん、でなんかちょっとこう巨乳のね、あ、はい、キャラクターをなんかこう、ね、フェミがなんかクレームつけてやめさせたみたいなね、うんうん、はい、萌え文化っていうのを撲滅しようというのがこう 左翼の、はい、意図なんですよね、はい、それはね結局その左翼が自分たちの恣意的にこう、うん、あるこうなんていうのかな、こう傾向に対してはものを言えると、でもある傾向に対してはもう絶対的に守るみたいなのをやるんですよね、はい、で左翼のそのクレームの付け方って結局ね秩序破壊をしてるんですよ、うんうん、で秩序破壊っていうのは例えばもう男女みたいな区別とかね、うんうん、あるいは大人子供の区別とかね、うん、あるいは配偶者と、まあなんだろうな、あ、まあ夫と妻の区別とかね、うん、そういうも秩序というのを壊すという方向に向いてるんですね、うんうん、そうすると萌え文化を壊すというのはちょっと違うんですよそれとは、うんうん、要するに萌え文化をこう守るっていうのっていうのは結局その萌え文化っていうのがどこから出てきたかというとネットでしょ、うんうん、ネットっていうのは結局その悪い言葉で言うとネトウヨの皆さんが作り上げたものじゃないですか、うん、そうするとネトウヨを破壊しようという意図のもとに萌え文化を多分こう、破壊しようとしてるんだと思うんですよね私はね、うんうん、そうすると、ここで なんていうのかな、萌え文化を一生懸命守るというふうな保守みたいなのが実はできつつあるってことなんですね日本に、うん、で この萌え文化を、まあ、私はだから保守っていうのが結構そのなんていうのかな、多様化してるなと思うんですよ、はい、うん、伝統文化を守る保守っていうのがいるじゃないですか、古来からの伝統文化を守る、で萌え文化を守る保守というのも今できつつあって、こっちと左翼との戦いというのが繰り広げられて、この萌え文化の方のスターで、ひまそらさんというスターがついに現れたっていう感じなんですよね、うん、私の見方っていうのがね、保守というか、まあ表現の自由の問題でもあるじゃないですか、はい、そうそうそう、やっぱりこう左翼全体主義言論封殺みたいなものと、まさにこう萌えとかってそういうアニメ漫画の文化って表現の文化、うん、表現の自由なしにはなし得ないところで、はい、それでまあ結構自民党とかも批判されるところなんですけれども、うん、ただそれはね、はい、ネトウヨ側、ちょっと言葉悪くてですね、はいはい、ネトウヨ側の表現の自由を縛って自分たちの、はい、表現の自由を縛って自分たちは何してもいい、なんなら天皇陛下の写真を破ってこれが平和だって言ってもいいという表現の自由なんだよ、うん、彼らが主張するのって、はいはい、左翼側のね、うんうん、この表現の自由と表現の自由の戦いなわけ、うん、どっちの表現の自由が重視されるべきかっていう話、うんうん、を今論争として戦いとしてやってるってことですよね、うん、はい、ということでね、はい、浜空さんにはね、うん、頑張っていただきたい引き続き、いやこの人はすごいようん、私はもう本当に一目見てね、この人敵に回したらいかんなと思ったすげえ人来たなっていう、うん、続きまして、はい、野田聖子議員の元暴力団夫が、はい、荒垣結衣二の美女とホテルへ、妻は何を信じるのかということで、やっぱこう夫がね、はい、夫にこう振り回される妻というね、あ、今日はそのシリーズなわけですが、はい、野田聖子さんの夫、うん、野田、文信さん、はい、文信さんが、警察が週刊誌に虚偽の情報を漏洩したとして国に損害賠償を求める訴訟提起と、うん、で12日にこの夫婦で、ね、会見してるんですよ、あ、うん、はいはい、で、その翌日、はい、13日、女性と肩を寄せ合い歩く夫と、やりますな、でその残念ながらその相手は野田聖子議員ではなく、はいはい、荒垣結衣の美女だったと
九段下にある洋食レストラン訪問、どこでしょうね、九段下、まあまあまあたくさんありますけどね、あるね、まあ、この近くなんでね、はい、でその後六本木にタクシーで向かい、むむむホテルに消えていったと。なるほど、そうですか。野田さんは62歳で、うん、夫旦那さんは55歳、はい、7歳若いんですね、うんうん、なるほどね、まあ、ちょっとこれは野田聖子さんかわいそうじゃないですか。で野田さんはもうずっとこう、うん、夫をね、ここ元暴力団会津小手塚でしたっけ、うんうんうん、の元暴力団員だっていうのを週刊新潮が報じて、まあ、いろいろ訴訟やってましたけど、うんうん、その時 もう一貫して私は夫を信じ続けるわと言っていたんですが、でね、はい、夫は裏切った裏切ったという。そうですか、荒垣結衣の美女とかすごいな、55歳。確かなんでこう、はい、そんな荒垣結衣の美女とこんなホテルに行けるんですかね。パパ活とかじゃないの、よくわかんない、これに関しては。あ、そうですか。まあその野田さんってやっぱりこう切符のいい姉御肌ですよね、うんうん、だからまあ守るという時はもうなんていうのかな、一生懸命守るっていうんですか、うん、もう、自分が何を言われようとどんな立場に追い込まれようと守るみたいな、うん、本当に姉御肌の人ですよね、うん、それはあの、三原純子さんが、うん、結局この姉御肌の野田さんに惚れ込んで、うん、総裁選の時に票を入れたと、うん、で三浦さん、あ、三原さんだ、三原さんの評判が悪くなったんだけど、三原さんはもう、うん、姉御だから、うん、姉御が姉御慕って入れたみたいな、うん、こう姉御と姉御の世界だったりわけですよね、うん、じゃあその姉御が、夫から裏切られたらどうなるかっていうのは、うん、これはもう見てみましょう見てみましょう分かんないだって、うん、なんならなんかね、仁義を切れみたいになるかもしれない、うんうん、まさにもう極道の妻なわけですからいやこれはまあね、情報満載すぎて何をコメントしていいのやらっていう感じですね、うん、これはちょっとね、まあ、はい、うん、かわいそうだな。あの三浦瑠麗さんは全然同情できなかったですけどこっちはちょっと同情してる、うん、そうですね、まあ、うん、続きましてニュースポストセブン、はい、村上誠一郎議員に聞いた次期総理候補と YMO で構想する超党派勉強会だ、はあ、未だに村上誠一郎にこんなねインタビューしている雑誌があるんだなって、うん、だからポストだから小学館ですか。小学館って保守的だよね、うん、おかしいな、はい、まあ保守的でもないんじゃないですか、まあ、うん、あ、でもポストは保守的だと思う、小学館自体は違うと思うけど、うん、うん、で、はい、まあ、結論から言えば、はい、次期総理候補は不在、うんうん、不在ですでなんだそれで、うん、でいろいろこう勉強会をやろうと思ってるのよと、で、はい、YMO で定期的に話し合ってと、はい、YMO 山口夏男、村上誠一郎、岡田克也、みんな大学の同期なんだと。なるほどね。 2,3 ヶ月に一遍は3人で会って、はい、10年以上話し合ってるのって、この3人仲いいのかっていう。 IMO っていうのがいるんですね、うん、もう山口夏男、はあ、この人が入った時点でもうその村上さんのスタンスがもう決まりますよね、うん、しかも岡田克也さんでしょ。はあ、超党派勉強会だって、うん、でも仲間でしょ、うん、超党派と言いながら、単に自分がこう所属する党が違うというだけでしょうね、うん、考え方は一緒なんでしょうね、はい、うん、そうするとなんか日本の党ってなんか厄介で面倒ですね、はい、うん、考え方が同じなのに違う党で属しているということは、うん、あのそれぞれの党っていうのはもうごったにになってるってことですよね、はい、うん、つまり考え方で集まってないってことですよね、はい、きっとね。ちなみに河野太郎さんについて聞かれたら、はい、河野君は安倍さんに大臣にするって言われたらあっという間に態度を変えたからがっかりしたっていう、うん、やっぱ結局やっぱ安倍さんがどこまでも嫌いな方なんだろうっていうなるほどね、はい、でも安倍さんが好きな人は村上さんは嫌いですからね、うん、ですね、はい、っていうか村上さん好きって言ってると聞いたことないですよ。聞いたことないな、うんうん、この人なんでいるんだろうってね、うんうん、感じですけどね。四国でしたっけ、村上水軍のあれですよね確か。あ、そうかそうか、思い出した。だから一応こう、はい、名士なんじゃないですか地元で、ね、ああなるほどね、うん、地元の人たちはどう思ってんだろうね、うんうん、私だったら嫌だな、
でも私もまあその実家鳥取ですけど、石破茂、皆さんも誇りだと思ってらっしゃいますから、鳥取県民の皆さんも。そうですか。私だったら嫌だな。私も嫌ですよ。私も嫌ですよ。恥ずかしいですよ。うんうん、そうか。まあ地元の意識とは違うからね。その辺はね。全国では嫌われても地元ではもうね、すごい熱狂的な人がいるってことはよくあるんでね。うん、村上さんもそうかもしれないですね。ずっと当選してるということはね。うん、やっぱりこう、うん、大勢ね、何百人と国会議員がいる中で、うん、その中でこうテレビに、ね、露出したりこう、うん、扱われるのって。うん、ごく一部なわけじゃないですか、はいはい、でこういう石破さんとか村上さんとかもね、一応こう反安倍、うん、自民にいながら安倍さんを批判できる人みたいなね、与党内野党みたいなね立場で、まあ、そう捉えて浴びるんで、ね、したら、うん、あの村上さんが出てるってやっぱ地元はね、うん、なっちゃうのよ。なるほどね。そういうなんか芸能人と同じレベルなんかもう、そういうことは具体的にねどういう政策言ってるとかね関係ないんですよ。なるほどね。ただうちの県をね代表して、うん、あなんか物を言ってくれてるみたいな。あ、じゃあやっぱりテレビに出るっていうのはそれなりの価値があるんだね。じゃないですか、地元に。やっぱり地元アピールだ、あなるほどね。じゃあもう 出続けて面白いこと言って出続けるしかないですね、もう皆さんね、うん、国政の皆さんはね、そうするとあれじゃないですか、足立さんとか悪目立ちしてるけどあれはあれでいいのかな。やっぱりこうね、なんちゃらは無名に勝るんじゃないですか、やっぱり。なるほどね、3,000-4,000マイルするとよく言われてるベントレーに乗ってるとか、ああいうのもやっぱこう票につながるんだろうね。蒸し返しますね、ベントレーに乗ってる地元だってダイハツだよ。票どうなるんだろうと思ってたんだけど、うん、受かっちゃったじゃん、うんうん、あのベントレーはいいんだと思って、うんうん、ベントレー足立とかね言われてましたけどね、うん、本人が言ってたんだっけ、うん、いや本人が言ってたよ、さすがに。本人さすがに自称ベントレー足立じゃないですね。一時期その話もありました ね、うん、ね、そうそうそう、懐かしいな、うん、でもあれってよく分かんないんだよね、なんでそんな高い車乗れるんだっていう話、うん、まあ本人はなんかね、ハローワークで、アルバイトを探したらそのある奥様が良さそうだって言うんで雇ったら、その人がたまたまベントレーに乗ってたんだみたいな説明をなさってましたよね、うんうん、まあそういう偶然もあるでしょうよ。あるの？あるの？分かんない。あんな車に乗ってる人がハローワークに登録するの？いやもうそういうなんか奇跡的なこう巡り合わせがあったんじゃないですか、その。いや違う。え？違う。知らない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 。それはだって足立さんがそう説明するようになったらそれはそうなんでしょう。あ、そうなのかな。足立さんの言ってることは常に正しいですが。そうなんだ。これは足立さんは正しいですよ。あ、そうですか。あの言い訳、言い訳、ね、あの弁明を聞いた時はもう本当ね、顎が外れましたね。ハローワークって言葉が出てきたとびっくりしましたね。うん。うん、まあ、足立さんも変わらず、ね、はい、人気でですね、はい、ツイッターでもトレンドに出てくるぐらいですね、はいはい、足立さんもね、辻元清美のね、うん、野田中央公園とかね、あの辺りを追求してた頃の足立さんは本当に輝いてましたけど、うん、そうね。まあね、でもあれも私は結構行ったよ。あ、そうそう、うん、あれはミクロ話で、まあ、あんま言わないね。今日だいぶあれですね。いろんなことを言っちゃってますが、はい、はい、最後、菅前総理が岸田総理にまた苦言、防衛費をめぐる増税や消費増税でと、はい、でまたしても、岸田総理に苦言ですと、はい、で菅前総理はラジオ日本の番組で、はい、防衛力強化のための増税、防衛増税について突然だったと苦言を呈しましたと、うんうん、で丁寧な説明が必要だと、はい、で自民党内から少子化対策のために消費増税を求める意見が出ていることについても、物価高で対策の中身が出ていない中での議論はありえないと批判しましたと、うん、菅さんの意図はいかに。まあ、前も言ったんでね、あんま繰り返しになるんでまあいいかなと思うんですけど、まあやっぱり菅さんはポスト、岸田を狙ってるんだろうというのはもうね、間違いないですよね、うん、問題は河野さんを押すつもりか自分が出るかっていうとこなんですよね、うん、もう私の不安はそこだけですね。でもそれが全てですよ、もう、うんうん、河野推しだったらもう絶対押さないですよ、もう断固阻止ですよ。そしてだったら岸田さんの方がずっといいから、うんうん、ただ菅さんが本人が出るんだったら頑張ってほしいんです、うん、本当に、うんうん、日本学術会議の話とかもね、うん、やっぱ菅さんにしかできないものがありますから、できないんですよ。コラボの話なんかも出てきたように、 NPO の話なんかもやっぱ菅さんに出てきてほしいんですよね。菅さんはねこの辺りね、うん、ちゃんとやってくれそうだな。そうなんですよ、うんうん、菅さんは本当にこの構造を改革するという点ではもう多分安倍さんを上回る、うんうん、手腕を持ってる、ね、
役人の怠慢とかね、うん、役人が仕事してないみたいな一番嫌いじゃないですか。そうそう、うん、だから本当にねそこをはっきりさせてほしいんだよな、うんうん、菅さんの性格だと自分がって感じじゃないから、うん、あれなんだけどなんか菅さんじゃないと今の日本無理じゃないかな、うん、河野さんじゃ割れるよね、うんうん、特に保守派はもう自民党から離れちゃうよっていう感じがしますよね。ガースにね、はい、頑張っていただきたい。頑張っていただきたい、はい、ということで今週もなんかね今年に入ってからやっぱり年末年始そんな大きなニュースがなくって、うん、まだね、まあ、国会が始まってないっていうのはありますけど、はいはい、いまいちこうなんか大きなネタがないですよね。ないですね、まあ、今回は三浦さんに助けられた格好でもありますが助けられたって、うん、三浦瑠麗氏はね、うん、でもこの人やっぱり人気ありますね、うん、すんごいやっぱりこう大騒ぎになってますもんね、うんうん、そうこれって本当古いニュースなんだけどね、10億そうだからね、うん、なんかこうちょっと捜査が入るんじゃないかって、うん、なんかこう結構我々聞いてたりするわけじゃないですか、うん、でもいつ入るんだろう、全然一向に入らないぞって思っててこのタイミングだったからな、そうそうそう、うん、これ何やってたんだろうね、本当不思議なんだよな、うんうん、いやなんかいろいろ分かるといいですね、これによってね、別に三浦家が不幸になるとは思ってないですよ、うん、ただなんていうのかな、これ取り巻いてるこう仕組みみたいなのがあぶり出せるといいなと思いますよね、はい、三浦さんのこの旦那さん、こう今回ね疑惑の方ですけども、はい、すごいこの見た目うさんくさくないですか、なんかショーン K って昔いたじゃないですか、あれ集がするんですよ、すごいね、うーん、私ねなんか美男美女だとか聞いたよ、そうそうそう、夫婦あのねかっこいいんですよ、かっこいいんだ、ただなんかもうおじさん、イケてるおじさんすぎて逆にうさんくさいやつ、イケおじ、あ、ヒゲ、ボヒゲ、ヒゲもあったかな、あ、まあ、超エリートだったそうなので、まあ、エリートの転落っていう、もうみんなの大好きなネタってこれね、はい、こんなこと言っちゃいけないかな、はい、いや、やっぱりね、だからみんなワイドショーで不倫で騒いでるわけですし、うん、まあね、はい、雑誌の方がもう好評になりました、はい、もうね今回は次号は白川さんのねすごい注目記事があるんでね、はい、はい、初めてでっかくですね、はい、ってたんでびっくりしました、はい、はい、ありがとうございます、表紙の一番右側にね、はい、来週はねその紹介なんかも、ね、はい、あ、ぜひしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。